私って地味なのかしら、発生。クエストメニューを確認しよう。よし。多分、あ、いたよ、ジミー。眺めてる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、ゴロータ、おめえってやつは、なんて情けねえ息子なんだ。クマってゴロータって言うんや。父ちゃんごめん。でもさ、俺、母ちゃんを喜ばせたくて。何？うるせえ、言い訳するんじゃねえ。あれは俺が母ちゃんにプロポーズするときに送った、大事な大事な指輪だったんだ。それをなくしちまうなんて。父ちゃん、喜ばせようと思ってなんでなくすの？どうした？いいか？見つけるまで絶対に帰ってくるんじゃねえぞ。厳しい。何あれでっかいの？金庫？これ見よがしに置いとるけど。あー、とぼとぼと。それを探してあげる感じかな。ねえ、聞いた？どんこ池の噂。ああ、光るものを餌にして釣りをすると食いついてくれってやつだね。うん。そうなんだ。こういうのはクマが詳しいんだけど、今日は来てないし。あれ？あ、それを釣り上げようとしたってこと？噂をすればなんてやら、ちょうどいいところに来てくれたね。クマ！元気がないよ。え、びっくりした。無視していくんかと思った。なんか用か？クマ、何かあったの？妙にテンション低いけど、悪いものでも食べた？普段どんだけ悩み事がないと思われと。俺、母ちゃんの指輪を、泣き出した。クマくん？俺、どんこ池の主を釣るために、母ちゃんの指輪を持ち出したんだ。そしたら母ちゃんの指輪、池に落としちまって。父ちゃんが言うには、その指輪は父ちゃんが母ちゃんに送ったものだって。そんなもの持ち出すなんて、クマが悪いね。さすがに指輪は怒られちゃうよ。俺だって分かってない。だから何遍も謝ったさ。でもな、昨日の夜、母ちゃんが話してるのを聞いちまってよ。残念だけど指輪は諦める。私がいなくてもうまくやれって。母ちゃん、俺が指輪をなくしたから、怒って遠くに行っちまうつもりなんだ。多分違うよね。それって本当？指輪がなくなったぐらいで離婚はならんやろ。悪いな、お前ら。俺もう行くから。どんこ池に行くんかな？めっちゃとぼとぼしている。クマくん。クマ。普段は強気のクマもさすがに反省していたというか。あんなに落ち込んでるクマ、初めて見たよ。そうだけど、僕たちにできることはないよ。一緒に探してあげるとか。それにしても、すごい落ち込みようでしたね。あんなに元気をなくすなんて、きっとすごく反省してるんだ。なんとかして美を見つけてあげられないかな。そうそう、そうです、アイナちゃん。優しいアイナちゃんのことですから、放ってはおけませんよね。こういう時に人助けをしておいて、損をすることはありません。幸い、アイナちゃんには妖怪の友達を作る力があります。泳ぐのが得意な妖怪を友達にして、探し物を手伝ってもらえばいいのです。でも、泳ぐのが得意な妖怪なんて、カッパくらいしか思いつかないよ。お、ここでカッパ。そうと決まれば、カッパを探しに行きましょう。カッパは川に住んでるのよね。お。詳しいですね、アイナちゃん。その通り、彼らは川に住んでいます。川といえば河川敷です。行ってみましょう。妖怪の力を借りるのか。お。どんこ池に消えた指輪。河川敷でカッパを探そう。見て、なんか旗がめっちゃいっぱい立っとる。超いっぱいサブクエストあるんじゃない？ほらほら。派手な髪色だな、君。なあ、俺らの挑戦受けてみないか？孝一くん。もしかったらええもんあげるで。どうする？何挑戦って。へへ、そうかなくっちゃ。じゃあ始めるぞ。我ら、桜少年探偵団。出たな、怪人30面相。探偵ごっこですね。しかも我々が怪人の役ですか。なかなかに面白い趣向でございます。我々、ウィスパーも参加してるの。今日はワイラの謎を解いてもらうね。豚とヤギの間。白いシマウマの下に我眠る。わかった。どうや？おもろいやろ。悔しかったら見つけてみ。絶対見つけられないけどな。スーパー羊に不可能などないのです。さあ、すぐに探しに行きましょう。
探偵団からの挑戦状1発生。クエストメニューを確認しよう。1ってことは2とか3とかがあるわけやね。あれやん、小ヤギ郵便と小豚バンクやった？なんか忘れたけど、銀行やった？なんか多分それの、その場所でしょ？で、シマウマっていうのは多分横断歩道のことやと思うけん。で、小ヤギ郵便と、小豚はどこや？こっち？小豚の間のシマウマ、これ。少年探偵団の証を手に入れた。イエーイ、待って、惹かれそう、私。ふっふっふ、桜少年探偵団破れたり。隠された証を発見しましたよ。私にかかれば、この程度の謎、赤子の手をひねるようなものです。さあ、彼らに勝利宣言をいたしましょう。おーし、行くぜ、行くぜ。なんか導きおるんやけど。カッチカッチ。どこどこ？え、なに？どこ？カッチカッチ。定期的に話しかけんといかんのか。どこに連れて行かれるのかしら、私。お？カッチカッチ。これってアイテムが手に入るんやっけ？ボス的なものに連れて行かれるわけじゃないよね。何が出るかな？お。魚おにぎりを手に入れた。ありがとう。なんか黄色いマークもあった。ただちょっと今はね、小学校に戻ります。いや。なに？それは少年探偵団の証。見つかってもうたんか。なかなかやるな。私にかかれば楽勝ですよ。悔しいが、今回は俺たちの負けだ。だがその証は一旦返してもらうぞ。いいよ。少年探偵団の証を手渡した。次は絶対見つからない場所に隠してやるからな。せやで、首やろうて待っとけや。次は負けない。なんという情熱でしょう。素晴らしい。私も燃えてきましたよ。この戦いはスーパー羊として受けて立とうじゃありませんか。なるほど。で、最終的にもらえるってことかな。探偵団からの挑戦状1、バッチリ解決。これはしばらくランクが上がった後にってことかな。お、ボーナスチャンス。ああ、体。やっぱ外れあるんや。当たりしかないんかと思ったよ。くそー。そして、君かい？ねえ、ねえってば、なんで気づいてくれないの？あ、ジミーか。ミス？クラスメイトのしおりちゃんですね。何かあったんでしょうか？あ、よかった。あなたは私のことわかるのね。さっきから急に友達が私に気づいてくれなくなって、どうしたらいいかわからないの。お願い助けて。これは、戦いってことかな。ありがとう。一人じゃどうしようもなくって。どうすればみんなに気づいてもらえるのかな。これはどう考えても妖怪の仕業としか思いませんね。この辺りを調べてみましょう。必ず何かいるはずです。私って地味なのかしら？発生。クエストメニューを確認しよう。よし。多分、あ。いたよ、ジミー。眺めてる。戦闘かな？話し合いじゃないよね、さすがに。ジミーを見つけた。あれ？バレない、バレない。見つかってしまったか。ジミーは相手を地味にする妖怪ですね。あいつのせいでしおりちゃんは気づかれなくなってしまったんでしょうね。ここは一発、バシッとやっつけちゃいましょう。お前の影も薄くしてやるでござる。ジミーはジミーでさ、なんか思っとる感じの声と違うんよね。かわいい。プリチーのジン。おし、行くぜ、セミマル。おし、行け。ミンミン斬り。やったね。ジミーはね、友達妖怪の中にもおるけんね。さあ、もう大丈夫。しおりちゃんに教えてあげましょう。よかった。やっと気づいてもらえた。なんだかよくわからないけど、あなたに相談してよかった。本当にありがとう。
妖怪の影響はなくなったみたいですね。これで一件落着です。私って地味なのかしら。バッチリ解決。でも気づかれんなったって思うもんな、普通。なんかいじめられとるとか思いそう。無視されとるとか。お、ボーナスチャンス。ニャイトーカッパーツ。ニャイトーカッパーツ。あー、まさかのまだ出てきてないカッパやん。よし。あ、向こう側。あれは、幼稚園の中ということか。あ、もうすでに次？よ、また俺らに挑戦受けてみないか？ええもんやったってもええで。帰ったらええけどな。前のようにはいかないぞ。どうする？まあどうにかしましょう。よっしゃ、前回の接触戦だ。行くぞ。我ら、桜少年探偵だ。やい、怪人30面相。今度こそお前をギャフンと言わせてやる。私に稼働なんて100年早いですよ。ウィスパーまた張り切ってるね。今回のは行さん考えたからな。一筋縄ではいかんで。これだ。こっそり空き地に潜む二つの車輪を持つ赤き者の下に我眠る。こっそり空き地に潜むとは、二つの車輪を持つ赤き者の下。なっはっは、どや、わからんやろ。見つけてみろ。なるほど。ん？探偵団の諸君、腕を上げたようですね。これは、ここなんかな。しかし、挑戦から逃げるわけにはいきません。このウィスパー、全力で相手して差し上げます。行きますよ。さあ、探しに行きますよ。よーし。頑張ろう。これは、探偵団からの挑戦状に発生。クエストメニューを確認しよう。なんかさ、ま、空き地よね。ちょっと待って、メニューで確認。クエスト。こっそり空き地に潜む。二つの車輪を持つ赤き者の下。二つの車輪を持つ赤き者の下。とりあえず空き地を探さなければいけないのか。え？ないんですが。多分、二つの車輪の下やけん、自転車の、何？あ、来た！マジか、夜とか関係なく来るんか。やだ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 。ほら、来たよー。来ちゃったよー。やめてよ。出口どこ？どれ？こっち？やめてやめて、導かないで。あの、矢印の方向に行けばいいってことかな。え、ちょっともうマジで最悪なんですけど。どこや？こっちの方向か。行けばいいのは。待って、行き止まり。あー、追いつかれる、これ。やばい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 。追いつかれた。追いつかれたよ。プリチーとか言ってる場合。やられてる。ほら、一発で。はい、薄ら影の陣。これ絶対一発でやられるやつやん。ほら。ほら。つらえい、なんてことだよ、おい。はあ、強制で戻されてしまった。あれ、ここは私のお家？寝ちゃってたのかな。そのようですね。さあ、行きましょうか。くそ、さあ、また行きますか。行きますか。ん？なんなんだ？どこなんだ？なんかこの端っこの方に自転車があったりはしないな、別に。どういうことだよ。あ、なんか入った。
どここれ。え、こっそり屋基地って書いてる。え、やっぱこっそり屋基地っていう場所の名前なんや。これじゃね？ウィス？あれが暗号の場所じゃないですか？でもあの妖怪が邪魔ですね。どいていただけるよう話してみましょう。どいて、グレルリン。なんだてめえ、喧嘩売ってんのかこら。ウィス。あなたがそこにいると謎が解けないんですよ。お手数ですが、場所を移していただけないですか？あれ、シャレコ夫人かな。なんだそのお上品な言葉遣いは。俺のことバカにしてやがんな。上等だから、かかってこいや。え、ここの、ここにさ、入ってくるとき、なんか、あった？マークみたいなの。全然見えてなかったんやけど。いけ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 。全然溜まってなくね？溜まったんか。百裂に地球。なんか真ん中のこっちを耐えてない？お、いいぞいいぞ。撃て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 。なんか撃ち寄る途中でやっつけそうな気がする。どうや？おお、ほらね。ほらね。勝利。イエーイ。ふぅ。これは妖怪からトリオンかなんかね。私何か気に障ること言いましたっけ？まあ気にしてもしょうがありませんし、ちゃっちゃと調べてしまいましょう。はい。俗少年探偵団の証を手に入れた。なんか証の名前変わった。桜少年探偵団破れたり、隠された証を発見です。前ほど簡単ではありませんでしたが、そこはさすがのスーパー羊。朝飯前のコンコンチキでございます。ウィスパーノリノリだな。行きますよ。さあ、戻って彼らを驚かせてやりましょう。くっ。はい、ってことで。あとは私の最初の読みはあっとったわけや。こっそり空き地って空き地やね、みたいな。うわ、マジか。これ見つけるのかよ。なんでやねん。めっちゃ考えたっちゅうに。なんてこった。はぁ、悔しい。今回は自信があったんだけどな。なあ、みんな。次はマジ真剣に考えようぜ。せやな。これ以上巻っ越したら、桜少年探偵団、治れや。その前にその証は一旦返してもらうで。俗少年探偵団の証を手渡した。次は何になるん？俗じゃなくて。今度こそ負けない。私は逃げも隠れもしません。いついかがる時も、君たちの挑戦を受けたとじゃありませんか。みんなには見えてないのに、一人でノリノリだね。探偵団からの挑戦状に、バッチリ解決。ウィス。イエーイ。ふぅ。でもこれでレベルアップできるならね。お、ボーナスチャンス。また来たやん、カッパ。お、やった、当たり。何がどう当たりなんかよくわからんけど、食べれたってこと？サポートライフ特別編を手に入れた。何それ、雑誌？あ、今すぐじゃないんやね。てか、3があるんかどうか知らんけど。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てかさ、この夜でもないのに、歩きよっていきなり鬼時間が来るの恐怖でしかないんやけど。やだー。